ジョン・ペティが、ジャコバイト、1874年作ジャコバイトは、1688年、イングランドで起こった名誉革命への、反革命勢力の通称である。彼らは追放されたスチュアート朝のジェームズ2世及び、その直系男子を正当な国王であるとして、その福井を支持し、政権を動揺させた。ジャコバイトの語源は、ジェームズのラテン語名である。メアリー2世。 ウィリアム三世1688年、名誉革命とその体制は、ジェームズ二世を追放、ジェームズ二世の娘であるメアリーと夫で、ジェームズ二世の老いのオランダ総督ウィレム三世を、オランダから招兵、メアリー二世、ウィリアム三世として退官させた。それに伴い、議会が、老いの継承権を1701年の老い、継承法によって規定しようとした。しかし進化である議会が、 王位継承に口を挟むという、当時としては革新的な制度に反感を持つ人々は多かった。議会は、イングランドは国教会が主流のプロテスタント国であるが、ジェームズ2世はカトリックであること、さらに当時、非国教会信徒は政府官職に就くことが禁じられていたことを理由に、したが、それをもって、王の海外追放や議会による王位のコントロールを、 正当化するることには疑問を持つ風潮もああったのであるそうした疑問を持つ人々の間にも温度差はあったが、特に熱心にジェームズ2世とその静寂をイングランド王に福井させるべきとして、ジェームズを支持した人たちをジャコバイトと呼ぶ。また、彼らの取った政治・軍事的行動はジャコバイト運動と呼ばれる。ジャコバイトは名誉革命員を半世紀にわたって、 口述する国王暗殺未遂事件や反乱などを起こし、それらの運動は名誉革命体制に対する深刻な脅威となって、時に政権を動揺させた。しかし運動は次第に尻すぼみになっていき、ウォルポールラホイックの政略もあって、ついに身を結ぶことはなかった。前日の通り、名誉革命後も多いは、世襲によって守られるべきであり、 議会が大井継承に関与すべきでないという考え方は依然根強かった。このイデオロギーはイングランド内外で一定の支持を集め、ジェームズ二世とその光栄が核となった。ジャコバイトは特にスコットランドやフランスで強くイングランドの外側から伺う形が多かった。ここではイングランド、スコットランド、アイルランド、 そしてブリテン諸島以外のジャコバイト及び支援した勢力、イデオロギーなどについて研究する。イングランド内ではジャコバイトが高度に組織化されることはあまりなかったものの、ウィリアム3世、メアリー2世両王より、ジェームズ2世を依然支持する声もあった。特に保守派であったトーリーに多かったと言われるが、その中でも公然とジャコバイトであると言明するものから板挟みになって悩むもの。 名誉革命を支持する者など多様な反応に分かれた。これは、トーリーは、世襲君主制の原則を尊重しており、この意味では、成着継承を主張するジャコバイトの立場に近かったためである。一方で、トーリーは、国境会維持の性格も合わせ持っており、カトリック信者のジェームズを王にいただくことへの疑問も、あった。しかし議会での反対勢力であるホイックのウォルポールが、 押し進めた、ジャコバイトは危険分子であるというキャンペーンや、国際情勢から、公然とジャコバイトを名乗ることは、次第に、政治生命を危険にさらす行為となっていった。またこれとは別に、その時々の体制に不満を持つ者や、湿地回復を望む者が、ホイックトーリーに関わらず、亡命したスチュアート家に希望を託すために、ジャコバイトとなる例もあった。ジャコバイトの最大の支持基盤が、 スコットランド、特にハイランド地方であった。もともとスコットランドにはイングランドとの根深い対立意識があったばかりでなく、スチュアート家がスコットランド出身ということもあって、スコットランド人はジェームズに同情的であった。特に1七百七年に批准されたイングランドスコットランド報道法は、歴史的、宗教的対立を抑え込んで、経済的利益を優先させたものであったが、 すぐには、スコットランド側が期待していたほどの利益をもたらさず、イングランドに対する不満は高まっていた。1715年の反乱では、マンハクジョン・アースキンという指導者を得て、スコットランドのほとんどが反乱軍の手に落ちた。一方、アイルランドでは、宗教的側面からジェームズが支持された。新京都革命以降、アイルランドは、少数の国教都が、 多数のカトリック信徒を支配する構図が成立しており、カトリックに対する宗教的寛容を求めてジャコバイトとなるものが少なくなかった。ジェームズ2世からアイルランドの統治を任されたティアコネル博、リチャード・タルボットはカトリック支配の信徒とジャコバイトの拡大に尽くしてアイルランドの大半を制圧、アイルランドをジャコバイトの拠点に変えていった。ジェームズ2世はカトリックであった。 このためカトリック国でもあり、大同盟戦争におけるイングランドの敵対国でもあったフランスはジャコバイトを積極的に支援した。特にルイ14世はこの支援に熱心であり、その在位中はジャコバイト運動が盛んであった。ルイ14世没後はジャコバイトやスチュアート家に冷淡になったフランスに代わってイタリア諸都市やスウェーデン、スペインなどが後ろ盾となった。 ジャコバイトはフランスなど海外勢力の後押しを受けて、イングランド内外で代償様々な政治的、軍事的行動を起こし、スチュアート朝の復活を期とした。特に1715年と1745年の反乱はそれぞれ、The フフティ t h e イブと呼ばれ、イングランドの人々の記憶に長く残る事件となった。後日する、こうした反乱などに、 17世紀末から18世紀前半の革命政府は少なからず動揺した。しかし1745年の反乱以降、ジャコバイトが組織化されることはほぼなくなり、名誉革命転覆の危機はひとまず去った。ジェームズ2世、ウィリアム8戦争は、ウィリアム3世とメアリー2世の共同統治が決定して、わずか2日後の1689年2月15日に、 怒った。ジェームズが王位を取り戻そうと、亡命先のフランスからルイ14世に借りた軍を起こしたのである。ジェームズはアイルランドに上陸し、当地のジャコバイト勢力と結びついて、瞬くうちにアイルランド全土を石鹸した。これを受けて5月5日、イングランドは退仏同盟に参加し、フランスに宣戦線復刻する。ウィリアム3世は自ら軍を引き、 1690年7月1日、アイルランドのダブリン近郊ボイン側でジェームズ軍を破った。ジェームズはまだ余力を残していたにもかかわらず、フランスに逃げ帰り、アイルランド各地で起こっていた武力抵抗も1691年10月に鎮圧された。これ以降、カトリック教徒は公職、法律職を禁じられ、土地所有や借地も厳しく制限され、アイルランドは 少数のプロテスタント勢力によって支配されることとなった。また、これまでイングランドはヨーロッパ大陸の争いごとにあまり参加してこなかったが、この戦争からイングランドも大同盟戦争に巻き込まれ、第二次百年戦争とも呼ばれる大仏戦争を繰り返し、ヨーロッパの派遣争いに加わることになった。別名フェンウィック陰謀事件とも呼ばれるこの事件は、 1696年当時、大同盟戦争で不利な状況にあったフランスが黒幕であった。ジェームズの書子、ベリックコーがその任を受け、イングランドに渡りジャコバイトを組織化して、クーデターを計画したが、2月22日に露見し、300人以上が逮捕されることとなった。しかし、このクーデターに参加したものないし積極的に反対しなかったものの中には、 大物政治家、軍人が多数含まれており、名誉革命体制が未だ社長の老格であることを印象付けた。ジェームズ・フランシス・エドワード後に、ザ・フィフティーンとも呼ばれるほど深刻で衝撃的だった。この武力放棄は、1714年のハノーバー朝、成立、ジョージ一世のグレートブルテン王国国王即位に橋を発している。アン・女王の死に伴い、 北ドイツの有力諸侯であったハノーファー選定トゲオルクルートビヒは、王位継承法の規定に基づいて、ジョージ1世として即位した。しかし、グレートブリテン王国全体がこれをいいとして、受け入れたわけではなかった。確かに、ジョージ1世は、スチュアート家の血を引いてはいたが、ジェームズ2世から御神道も離れており、ジェームズ2世の子、ジェームズ・フランシス・エドワードが存命中だったことも、合わせて、 グレートブリテン王国内は、騒然となった。バーミンガムやオックスフォードなどで、民衆暴動が起こり、さらに1715年の総選挙で大勝したホイックは、それまで政権を担っていたトーリーに対する苛烈な弾圧を加えた。これには1713年のユトレヒト条約が、グレートブリテン王国に、 経済的利益をもたらす一方で、同盟国である、ドイツ諸法やオランダを切り捨てる行為でもあったため、ジョージ一世がトーリーを信用していなかったという、側面もある。こうした動きに、スコットランドでは、ジョージ一世に忠誠を制約したにもかかわらず、国務大臣から解任されたマー、マンハク・ジョン・アースキンが1715年9月6日に、挙兵、トマス・フォスターが、 北部イングランドのウォークワースで10月6日に、これに続いた。マーファクの軍勢は、スコットランドの大部分を制圧したが、政府軍の将軍アーガイル公、ジョン・ギャンベルに11月13日のシェディフ・ミュアの戦いで敗北して兵団が底をつき、11月14日に、ホスターが政府軍に、包囲されて降伏した。こうして、次第に、事態は、政府軍有利に展開し、 ジェームズ・ロー・シン王が12月13日に、スコットランドに上陸した時には奇数は消していた。結局翌年2月4日、ジェームズ・ロー・シン王は何もできず、フランスに逃げ帰った。サンダーランド伯爵、アタベリー主教1722年のアタベリー、陰謀事件は、南海放末事件により、名簿を失った元第一、大倉教のサンダーランド伯、チャールズ・スペンサー、ロチェスター主教、 フランシス・アタベリーラが中心となったジャコバイトによるクーデター計画である。この計画は事前に政権側に漏れ計画段階で追えることとなった。これによってロバート・オールポールをはじめとするホイックの優越は決定的となり、トーリー議員らジャコバイトは表だったスチュアート・アサイの指示を控えるようになった。南海放末事件の責任追及によって、 サンダーランド博は1721年に第一、大倉教を辞任せざるを得なくなり、代わって、自己処理にラツワンを振るったロバート・ウォルポールが、政権の座に就いた。自らの復権を目指すサンダーランドは、その後ろ盾として、スチュアート家やジャコバイトを選択し、フランシス・アタベリーらと接触するようになった。そしてその計画は、1722年に、実行の後期を迎えた。 すなわち、総選挙実施による議会の解散と、ジョージ一世が、ハノーファー滞在中であったことである。しかしこの計画はフランスから情報が漏れた上、1722年4月19日に、サンダーランドが原因不明の休止を遂げ、彼の邸宅からクーデターに関する文書が発見された。これによって、クーデター計画は頓挫することとなった。これを受けて、 イギリス史上最大の魔女狩りの一つと言われる大規模で強権的なジャコバイト狩りが行われ、アタベリーラ行為の中心人物は国外追放となり、カトリックには重税が課された。一連の捜査による苛烈な拷問はスチュアート家に同情的だった、トーリー議員らを恐怖させるに十分であった。以降、少なくともイングランド内ではジャコバイトであることを公言する者は皆無となった。 また、この事件以降トーリーはジャコバイトとみなされることとなり、ホイック対トーリーという議会内の対立の構図が次第に薄れ、王政復古以降存在していた宮廷対地方という対立図式が存在感を増していった。チャールズ・エドワード・スチュアート1745年の反乱は一面においてはジャコバイトの最後の挑戦であったが、むしろ主要な側面は、 当時イギリスと交戦していたフランスによるジャコバイトとジェームズ・ローシン王の息子、チャールズ・ジャクシン王を利用した工作であったという点である。この反乱の失敗によってスチュアート家とそれを支持するジャコバイトは完全に政治的名脈を断たれ、以降ジャコバイトは歴史の表舞台から姿を消すことになった。ウォルポールの平和が1739年の ジェンキンスの耳の戦争で破られ、ウォルポール自身も1742年に辞任に追い込まれた。政権はウィルミントン博、スペンサー・コンプトンに移ったが、翌1743年にコンプトンが死去してヘンリー・ペラムに行こう。ペラムを支持するウォルポールの政治的影響力は健在であり、国王ジョージ2世の信任は少なかったが何とか政権運営を可能にしていた。 ところが1745年3月18日、ウォルポールが死亡して、ペラムの政治的地位が危うくなったところに、この反乱が起こった。カロゲンの戦い左側がジャコバイト軍、右側が王軍ルイ15世の助力を得て、同年7月にチャールズ・エドワードは、スコットランドに上陸すると、ハイランドの士族を急行し、ザ・フォーティイ5と呼ばれる内戦を起こした。 未だジャコバイトの多いスコットランドでこそ、チャールズの軍は優勢だったが、イングランドでは民衆の支持を得られず、12月6日にいたり、反乱軍はスコットランドに退いた。それ以降も、政府軍とジャコバイト反乱軍との戦いは続いたが、1746年4月16日、カロデンの戦いで、反乱軍は致命的敗北を喫し、チャールズもフランスへ逃走した。 この戦いにおいて、負傷して動けないものまで皆殺しにした指揮官のカンバーランド公、ウィリアム・オーガスタスは、屠殺業者との異名を得た。グレートブリテン政府は、この反乱を重く見て、1746年の衣装法などの処理法によって、スコットランドの士族制度を解体した。またチャールズはフランスを追われて、法等生活に身をやつしていった。この評判が広まって、 ジャコバイトの支持は失われていった。ジャコバイトのスチュアート長最高の夢は、その過去を失って、完全に立たれた。ジャコバイトは名誉革命を批判し、スチュアート長を復興させることを目的としていたが、それが、結果的に野党や反体制派を、名誉革命転覆を狙うジャコバイトとして、レッテル貼りをするという事態を招き、彼らを封じ込めたのである。 ジャコバイトとみなされたトーリーはもはや、ウォルポール政権に対抗しえず、ホイック対トーリーという対決の図式はより複雑なものとなっていった。名誉革命は1688年に起こったが、すべての人々に支持された革命ではなく、議会が多い継承問題にまで口出しすることの正当性を疑問視する声も小さくなかった。こうした言説は主にトーリー議員たちから発せられた。 さらに相次ぐ国内、国外の武力衝突など名誉革命後の権力体制は盤石とは程遠い状態にあった。革命を支持する人々は革命を商用し反対勢力を封じ込める必要に迫られていた。そこで政権は敵大国フランスなどカトリック勢力とジャコバイトを結びつけイギリスの共通の敵というキャンペーンを張った。 とりわけ、ウォルポールは性的に名誉革命体制の転覆を狙う危険分子というレッテルを貼り付け、異端化することにより、20年以上にわたる長期政権の安定を得た。こうしたキャンペーンは、ジャコバイトに同情的であった人々をも変化させていった。ジャコバイトとみなされることは、政治生命に関わることになり、たとえ、スチュアート家に思いを寄せていても、 それを公言することはできなくなっていった。政治家たちの対立軸は、名誉革命体制対ジャコバイトから、どちらがより名誉革命体制の忠実な後継者で、あるかを争う図式となっていき、結果的に名誉革命体制は強化され、ジャコバイトの存在感は、急速に薄れていった。そして、議会内の対立構図は、ホイック対トーリーから、コート対カントーリーという図式も交え、 複雑に工作してゆくことになった。ジャコバイト運動が成功しなかった理由は、第一にイングランドの人々がカトリックの君主を拒否し続けたことである。ジャコバイトのシンボルであるジェームズ・ローシン・オーラ・スチュアート家の後継者はカトリック信仰を捨てようとしなかったが、こうした姿勢はイングランドでは到底支持され得ず、ジャコバイトをも落胆させた。第二にルイ十四世以降のフランスに、 ジャコバイトを本格的に支援する熱意と余力がなかったことである。名誉革命以降、フランスは極地戦において豊かな戦闘経験を生かして勝利を得たことはあったものの、財政基盤がイギリスに比べてはるかに脆弱であり、長期戦になると息切にれしていった。こうしてイギリスはアメリカ独立戦争を除いて、フランスとの第二次百年戦争で、 おおむね勝利を勝ち取ることができた。1886年にシロバラ団と称するジャコバイト団体が結成された。1889年にはビクトリア女王をはじめとする王室メンバーからの出品も受けたスチュアート長に関する展示会がロンドンで開かれてスチュアート長についての関心が高まったこともあってザ・フワール・インドというジャコバイトの新聞も発刊された。 これらネオジャコバイトはカトリック解放やアイルランドやスコットランドのナショナリズムを支持する人々の一部からの支持を集めた。しかし第一次世界大戦でこれらのネオジャコバイトの動きはう散した。運動最高のため1926年にロイヤルスチュアートソサエティが結成されたが、この結社は21世紀においても活動している。 熱心なジャコバイトは1745年以降も独自の王を立て、現在も引き継がれている。しかし王位を主張したのは18世紀の間のみであり、それ以降は少数のジャコバイトによって信奉されるにとどまっている。ジェームズ2世の直系は1807年に断絶した。以後、形式上の継承者は存在しているが、いずれも王位を主張していない。スチュアート長の家系図。 ありがとうございます。